皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校6年生の算数、時速、分速、秒速について、説明したいと思います。ではまずこちらの説明を始める前に、速さを求める式もう一度、確認しておきましょう。速さを求める式はこれ、道のり割る時間でしたね。そしてこのそれぞれ速さを求めるとき、道のりを求めるとき、時間を求めるときの、求め方はこの二端の円を使うと簡単に分かりましたね。これは二端、こういうふうに文字が入りました。みは道のりのこと、はは速さのこと、じは時間のことでした。そして、ここの上下のこの線のところに、横に至るこの線のところには割り算が隠れていて、この縦の線のところには掛け算が隠れていました。速さを求めるときには速さの部分を隠します。そうすると道のりと時間が残りますよね。で、上から下に読むので道のり割る時間でこの速さが求められる、ね。じゃあ道のりを求めたいときには道のりを隠します。そうするとこの速さと時間が残りますね。道のりを求めだったら速さと時間横に並んでいるので速さ×時間でこの道のりが出てくる。じゃあ時間はといったら時間を隠すと道のりと速さが文字として残ります。そして順番に読むと道のり割る速さ、これで時間が計算できる、ね、こういう見始めの円でしたね。さあ、じゃあ速さっていうのは単位時間あたりに進む道のりで表すことができました。単位時間というのは1時間とか1分とか1秒、こういうものですね。そして1時間あたりに進む道のりで表した速さ、これを時速と言います。ね、時速と言います。で、1分間あたりに進む道のりで表した速さを分速、ね、こういうふうに言います。そして1秒間に進む道のりで表した速さ、これは秒速、こういうふうに名前がついています。じゃあ例の1番見てください。4時間で 240km 走る自動車の速さですね。この速さは道のり割る時間の計算で求められるので、道のりは 240km、 時間は4時間なので4でやってやると60という数字が出てきます。これは4時間でということなので、ここに出てきた60というのは1時間でどれくらい進むかと、1時間に進む道のりを表しています。ですからこの60というのは速さで表すと1時間でどれだけ進むかというのを基準にしているので、時速 60km、ね、こういうふうに言うんですね。では2番、 100m を10秒で走る人の速さ、これも道のり 100m を時間の10秒であると、そうすると10という数字が出てくるんですけれど、この10というのは1秒間で進む道のりを表しているので、この人の速さは秒速10m、こういうふうになります。では次に進みます。今度は秒速を分速や時速に直してみようと、またその逆で今度は時速を分速秒速に直すと、そういう練習をしてみたいと思います。まず例の3です。秒速 5m で走る自転車、秒速 5m、 じゃあこれを分
速に直してみましょう。1秒間に5メートルです。分速1分間ではどれだけ進むかというと、1分は60秒なので、ね、5メートルずつ60回進んだということが言えますよね。ですから60倍すればいいわけですね。で、5×60 という計算すると、この300という数字が出てきますけれど、これは分速ですから、分速に直すと分速300m と、こういうことになります。では今度はこれを時速に直してみましょう。1分間に 300m ですね。1時間は60分ですから、この 300m ずつ60回進んでいく。そうすると1時間で進んだ距離になるということなので、この分速 300m の300に、これ60分をかけてあげますと、で1万8000という数字が出てきます。これは時速1万8000メートル、あるいはこのメートルをキロメートルに直して、時速18キロメートル、こういうふうに言うことができます。さあ、今秒速を分速、時速に直してみました。今度はその逆で、時速を分速、秒速に直してみましょう。時速72キロで走る列車、これ1時間に72キロですよね。これを分速に直すときには、1時間は60分なので、ね、1分間がその60分の1だけ進むということが言えますよね。ですから72キロを60で割ってあげると、分速が出てきます。そうすると、これは 1.2 と、これは、時速72キロは分速1.2km ね、というふうに、分かります。もちろん分速 1200m でも構いません。じゃあ今度分速 1200m、 1.2km ですね。これを秒速で直すと、秒速に直すと、1分は60秒ですから、これを60で割ってあげれば、ね、1秒間に進む道のりが出てきますね。これは 1.2km、 1200m に直しましょう。1200÷60 と、ワット、これは、20ですね。これもメートルに直してあるので、答えもこれメートルですね。これは秒速20m という速さになるわけです。このようにして秒速を分速、時速に直すと、その逆に時速を分速、秒速に直すときは、この60という数字がキーになりますよね。大切なポイントです。1分は1秒の60倍なので、秒速を分速に直すときには60をかけてあげます。分速を時速に直すとき、1時間は60分なので、ね、1分の60倍なので、分速を時速に直すときも60をかけてあげればいいということになりますね。今度はその逆に、時速を分速に直すとき、ね、今度は60で割ってあげます。同じように分速を秒速に直すときには60で割ってあげればいい。秒速、分速、時速、ね、直し方の関係はこのようになっています。どうぞこの関係も皆さん、しっかり覚えてくださいね。
皆さん、どうぞこの動画を参考にして教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。